いやー、ちょっとね、びっくりです。ロマンティックが止まらないなどの大ヒットで知られる CCB のね、ココナッツボーインズのあのドラマですよ、ピンクのヘアスタイルの。あこのね、笠光二さんが14日亡くなっていたということなんですよ。えー、60歳。11月に還暦を迎えたばっかりで、それで今ね、葬儀も済んじゃったということなんですよ。あ、17日なんでね、昨日ですよね。いや、でもちょっとね、若すぎるでしょう。 ショックですよ。あの、なんかね、毎度お探ししますシリーズで、いつも軽快なリズムとともに、いや、レコードも何回も聴いたなで、シングルキャンディでデビューされて、で、ベスト10にもむちゃくちゃ出ていてね、みんなであのドラムの、あの、ポーズをね、真似したもんですよ。で、ドラム打ちながらリードボーカル。ドラムっていうかね、パーカッションみたいなやつだったんですけども、で、大学で軽音楽部に入った時に、メガネをかけてるだけで、 ccb だってあだ名ついたやつがいて、まあ私がつけたんですけどね。あれ、森は大使とかいう名前だったかな。うん、まあ結局、ね、軽音楽部の部長もやってたんですけどね。まあそれはちょっと関係ないですけども。いや、ショックだな1985年にロマンティックが止まらないが大ヒット。で、同年には、 第36回 NHK 紅白歌合戦に出場。1 9 8 9年のバンド解散。その後はソロアーティストとして活動をしていて、なんかテレビ CM もちょろっと出ていたような感じがしましたよね。で、当時のカスさんは不規則な生活として精神的なストレスなども加わって体調を崩していたと。幼少,年幼少期からの持病であるぜ、あ、ぜあ喘息があったんだ。 で、接触障害もあって音楽活動を続けられるような状態ではなかったということでご苦労されてたんですね。で、最終的には活気にもなってしまって、足が悪くなって、車椅子で晩年を過ごされていたということもあります。いやー、なんかね、訃報が随分と続きますね。うん、なんだかね、まあ、また昭和が終わったとは言いたくないですけども、なんか大好きなミュージシャンがこうやっていなくなってしまうと、 非常に苦しいですね。なんか悔しい。脳梗塞でお亡くなりになったということで報道されております。いや本当にね、私の青春を彩ってくださってありがとうございます。お悔やみを申し上げたいと思います。ありがとうございました。